それでは、高校生物の発展として、転写と翻訳の方向性について説明します。入試で問われますが、教科書や参考書の記載が少し薄いので、解説しておきます。ここに DNA を描きました。2本の鎖が逆平行に結合しています。3ダッシュ、5ダッシュが逆向きに結合しています。この方向性が逆になっています。この矢印の方向性が逆になっています。DNA の2本差には矢印のように方向性があるんですね。今回は下の鎖を鋳型差、つまり転写されるときに読み取られる方の鎖とします。そして上の鎖を非鋳型差としましょう。鋳型差はアンチセンス差、非鋳型差はセンス差とも呼ばれます。今回は下の鎖を鋳型差としますが、これは遺伝子ごとに、つまり問題文ごとに異なります。転写では DNA の鋳型差をもとに RNA が合成されていきます。鋳型差に A があったら U が、T があったら A が、G があったら C が、C があったら G が RNA の合成に使われていきます。鋳型と反対の塩基が転写で使われていきます。鋳型っていうのは、例えるならたい焼きを焼く鉄板みたいなものです。たい焼きを焼く鉄板がへこんでいればたい焼きが膨らみますよね。同じように鋳型差とは反対の塩基がつながって RNA ができていきます。3ダッシュ末端側に次のヌクレオチドがつながって RNA が伸長していきます。こんな感じです。どんどん3ダッシュ側にヌクレオチドが付加され、つながって RNA が合成されていきます。細胞内に無数に存在するヌクレオチドが次々と使われながら RNA が合成されていきます。鋳型差と反対の塩基がどんどんつながっていきます。このように RNA が合成されていきます。なぜ非鋳型差、読み取られていない方の鎖をセンス差というのでしょうか。センスは意味があるという意味ですが、なんとなく鋳型に使ってない方の鎖にセンス、意味があるっていうのは違和感があるかもしれません。だけど、これよく見てみると、非鋳型差とできた RNA の鎖って配列がそっくりですよね。確かに T が U になってるっていう違いはあるけど、配列がそっくりです。だから非鋳型差の方をセンス差、意味のある鎖と呼ぶんですね。ちなみに遺伝子の配列を紙に書いて誰かに伝えるときは、非鋳型差のみを書くことが多いので、難関大で遺伝子の配列が問題文に書かれていたら、それはセンス差、非鋳型差の配列だと思いましょう。確かにどうせ相互的な塩基が結合しているんだから、 DNA の2本の鎖を2本ともその配列を書くのは紙の無駄ですよね。先ほど見た図は下側の鎖が鋳型差でしたが、一般に遺伝子ごとに DNA のどちらの鎖が鋳型になるかは決まっています。ある遺伝子 A は上の鎖が、別な遺伝子 B は下の鎖が鋳型になるって言ったように、遺伝子ごとに鋳型になる方の鎖が決まっています。ちなみに DNA も RNA も3ダッシュ末端にしか次のヌクレオチドが結合しません。つまり DNA も RNA も3ダッシュ方向にしか伸びません。スライドに写っている図はヌクレオチドの模式図です。四角いのが塩基、 P と書いてあるボールがリン酸、真ん中の五角形が糖です。これが塩基、これがリン酸で、この真ん中の五角形が糖です。糖は DNA ならデオキシリボース、 RNA ならリボースです。このピンクの丸のところに炭素があります。塩基に近いところにある炭素から順番に炭素に1ダッシュ、2ダッシュと番号がついています。3番目の炭素は3ダッシュです。3ダッシュの炭素のところに OH があって、この OH が次のヌクレオチドが結合するために必要です。だから DNA も RNA も3ダッシュ側しか伸ばすことはできません。こちらは転写の図です。 RNA ポリメラーゼも書き加えてみました。この真ん中の大きなボールが RNA ポリメラーゼです。 DNA のこの下の方の鎖が鋳型ですね。鋳型差をもとに RNA を合成していきます。この RNA の方向性、5ダッシュ、3ダッシュと
E 型の方の鎖の方向性、5ダッシュ、3ダッシュが逆方向になっていることにも注意してください。続いて翻訳も見てみましょう。RNA にリボソームが結合し、翻訳を始めます。アミノ酸をつなげてタンパク質を合成していきます。つまり、塩基配列をアミノ酸配列に翻訳していきます。リボソームは RNA を5ダッシュ側から3ダッシュ側に、5ダッシュ側から3ダッシュ側に動きながら RNA の塩基を3文字ずつ読み取ってタンパク質を合成していきます。リボソームまでアミノ酸を運ぶのはトランスファー RNA の仕事です。リボソームとトランスファー RNA は塩基配列とアミノ酸配列の仲介役です。確かに例えば日本語と英語を仲介してくれる人を翻訳者と呼びますよね。だからこの生命現象を翻訳と呼ぶんですね。メッセンジャー RNA 上のアミノ酸を指定する3つの塩基をコドンと言います。例えばメッセンジャー RNA に AUG と書いてあれば、そこにメチオニンをつなげという暗号になっています。遺伝暗号の単位となる3つの並んだ塩基をトリプレットといって、メッセンジャー RNA 上のトリプレットをコドン、トランスファー RNA 上のトリプレットをアンチコドンと言います。3人の芸人さんをトリオなどと言ったりしますよね。同じように3人組の塩基をトリプレットというんですね。実はトランスファー RNA が正確にアミノ酸を運搬する仕組みについては完全には解明されていません。実際は細胞内で様々なトランスファー RNA がリボソームにどんどん衝突していると考えられています。そしてアミノ酸を運搬しているトランスファー RNA のアンチコドンとメッセンジャー RNA 上のコドンが正しく結合すると、正しく塩基対を形成すると、それをリボソームが認識して、そのトランスファー RNA の頭に乗っかっているアミノ酸を合成途中のポリペプチドに付加する、つなげると、そう考えられています。ちなみに、合成されているポリペプチドは、リボソームから遠い側が N 末端になっています。ポリペプチドには N 末端と C 末端があって、新しいアミノ酸はポリペプチドの C 末端に付加されます。最後に、ここまで見てきたことは基本的に全生物に共通です。しかし、細かい違いが原核生物と真核生物にはあります。例えば、原核生物のメッセンジャー RNA には複数のタンパク質の情報が入っています。しかし一方、真核生物のメッセンジャー RNA には基本的には一つのタンパク質の情報しか入っていません。だからこのように原核生物の方のメッセンジャー RNA には開始コドンと終止コドンがたくさんあることになります。またリボソームは原核生物では開始コドンの直前、開始コドンのすぐ上流にある特定の塩基配列に呼び寄せられることが知られています。リボソームが大好きな餌がこの開始コドンの直前にあるようなイメージです。その特定の塩基配列をシャイン・ダルガーの配列と言いますが、大学で勉強します。真核生物の場合は、5ダッシュ末端側にそのリボソームが大好きなリボソームを呼び寄せる構造があることが分かっています。ここで少し見てほしいんですが、基本的に開始コドンと終止コドンで挟まれた領域のみがアミノ酸の配列をコードしています。開始とか終止っていうのはアミノ酸をつなぎ始めろ、アミノ酸をつなぐのをやめろっていう命令です。原核生物も真核生物も開始コドンの前、終止コドンの後ろには翻訳されない領域があります。つまり非翻訳領域があります。リボソームは開始コドンからアミノ酸をつなぎ始めて、終止コドンでそれをやめます。メッセンジャー RNA にはアミノ酸配列をコードしない、そういった非翻訳領域も含まれているんですね。たまに問われます。この図で言うと、開始コドンと終止コドンに挟まれた、基本的にはこの黄色い部分にアミノ酸の配列の情報が入っている、この辺は翻訳に使われない、アミノ酸配列をコードしていないんですね。非翻訳領域とそういった領域は呼ばれます。ではご清聴ありがとうございました。分子生物学の勉強少し大変だけどね、ぜひ体に気をつけて頑張ってください。